皆さんこんにちは。パーソナルトレーニングジム理想坂の伊藤です。今回はダンベルのみを使用した腕のトレーニング10種目をご紹介させていただきます。まずはじめに腕の筋肉の説明ですが、細かく分けるとたくさんありますので、今回は主要な力こぶの上腕二頭筋、二の腕の筋肉である上腕三頭筋、最後にこちらの部分の前腕筋の大きく3つに分けて行っていきます。なお今回は1から5種目目までを力こぶの上腕二頭筋をメインとして、6から8種目目までを二の腕の筋肉である上腕三頭筋をメインとして、9種目目から最後の種目をこちらの前腕筋をメインとして、全体的に鍛えられる種目で構成しておりますので、ぜひ一緒にチャレンジしてみてください。なおダンベルの重さですが、皆さんがそれぞれ扱える重さを選択していただき、また回数は10回から20回を目安に行っていただくといいと思います。では早速1種目目ですが、ダンベルアームカールという種目を行います。やり方ですが、手のひらを上にした状態でダンベルを持ちます。そして肘を脇腹のところでロックさせ、そこから肘を曲げ伸ばししていく動作となります。このような動作です。ポイントとしては、肘を曲げていくとともに両手の小指が少し上向きになるようにして曲げていくと、より力こぶの筋肉に刺激が入りますので、そちらを意識して行ってみてください。では2種目目ですが、ハンマーカールという種目を行います。やり方ですが、ダンベルを体の横側で持ち、先ほどと同様に肘を脇腹のところで固定させます。そこから親指が上側になるようにして肘を曲げていきます。このような動作です。ポイントとしては、終始負荷が抜けないように肘を伸ばしきらないようにするのと、下ろすときはゆっくり下ろすようにして行いましょう。では3種目目はドラッグカールという種目を行います。この種目は1種目目のダンベルアームカールと同じような動作にはなるんですが、違う点がダンベルアームカールでは肘を脇腹のところで固定して行いましたが、今回の種目は肘を少し後ろに引きながら肘を曲げていく動作となります。このような動作です。ポイントとしては、肘を曲げてこの位置に来た時に、しっかり力こぶにぐっと力を入れて行うようにしてください。では4種目目ですが、ダンベルサイドカールという種目を行います。やり方ですが、手の甲が正面を向くようにし、肘はちょうど横っ腹の付近に固定させます。ここから肘を曲げながら胸の高さまで上げていきます。このような動作です。ポイントとしては、こちらの種目においてあまり重い重量を扱うことができないかと思うんですが、その分動作をゆっくりして行うようにしましょう。こちらに関しては左右行うようにしてください。では5種目目ですが、コンセントレーションカールという種目を行います。こちらの種目においては椅子に座った状態で行います。ではやり方ですが、足幅を少し広めに広げ、肘をちょうど太ももの内側のところで固定をさせます。ここから肘を固定した状態で肘の曲げ伸ばしを行う動作となります。このような動作です。ポイントとしては、肘を伸ばした時に肩と腕が一直線になるようにセットしてください。こちらに関しても左右で行うようにしてください。では6種目目はダンベルキックバックという種目を行います。ここからは二の腕を鍛える種目となっております。ではやり方ですが、上半身だけをこのように前傾させ、
肘を脇腹のところで固定させます。そこから肘の先だけをこのように伸ばしていく動作となります。このような動作です。ポイントとしては肘を伸ばすときはしっかり伸ばしていただくのと、下ろすときにゆっくり下ろすように意識して行いましょう。では7種目目ですが、ダンベルフレンチプレスという種目を行います。やり方ですが、このように肘を曲げた状態で頭の後ろにダンベルが来るようにし、そこから肘を伸ばしながらダンベルを真上に持っていくイメージで行う動作です。このような動作です。もし肩が痛い方は少し脇を開いて行っていただいても構いません。ポイントとしてはこの時にしっかり肘を曲げて二度目の筋肉が伸ばされている感覚を受けながら、ここから伸ばすようにしてください。では8種目目はダンベルスカルクラッシャーという種目を行います。こちらの種目においては床に仰向けになって行います。やり方ですが、ダンベルを持って腕を上げていただき、肘は固定したまま肘の先だけを曲げて伸ばすという動作となります。このような動作です。ポイントとしてはしっかり肘を固定することと、肘や脇が開いて行わないように注意をして行ってください。残り2種目となりましたが、9種目目はリバースカールという種目を行います。なお、こちらの種目と最後の種目は主に前腕の筋肉を使う種目となっております。ではやり方ですが、手の甲が正面を向くようにし、ここから肘を曲げてこのようにダンベルを持ち上げていきます。このような動作です。ポイントとしては肘を曲げていくとともに、最後に手首をこのように少し反るような形でしていただくと、より前腕の筋肉に効かせることができるので、そちらを意識して行うようにしてください。最後の種目となりましたが、10種目目はダンベルリストカールという種目を行います。今回は椅子を使って行います。やり方ですが、椅子の上に腕を乗せ、手首から先が椅子からはみ出るようにセットします。ここから手首の力だけでダンベルを巻き込むようにして上に持ち上げていきます。このような動作です。ポイントとしてはゆっくりすればするほどきつくなりますので、しっかり動作をゆっくりして行うようにしてください。皆さんいかがでしたでしょうか。今回はダンベルのみを使用した腕のトレーニング10種目をご紹介させていただきました。こちらの10種目を1セットだけ行うだけでも全然構いませんが、できる方は2セット3セット行うと良いでしょう。こちらの腕のトレーニングを行うことによって、男性でしたらたくましい腕、女性でしたら引き締まった二の腕を目指すにあたっていい種目となっておりますので、ぜひ参考にしてみてください。またこういったダンベルのみで使用できるトレーニングをご紹介させていただきますので、またよかったら見てください。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。フィス大阪では全店無料体験、出張パーソナルトレーニング、オンラインパーソナルトレーニングを受付しております。概要欄のホームページをご覧ください。Twitter、インスタもフォローしていただけたら嬉しいです。すべて概要欄に貼っております。他の動画もぜひご覧ください。